最悪すぎ、最悪すぎ。なんで、なんでこんなことになっちゃったの。もうだいぶ切り替えたけど、今日さ9時からカラオケ配信する予定だったんですよ、カラオケボックスから。でいつも使ってるカラオケ屋さんでいつものようにアプリで予約してたはずなんですよ。でもつもりだった、ちゃんと、もう使えない、使い、いつもそこを使わせていただきすぎて、ちゃんと確かに最終確認してなかったと思って、これはもう私の落ち度です。うわー、違うんですよ、ちゃんとね予約画面まで進んでたんですよ。てかちゃんと予約したはずなんだけどな、なんでだろう。でそれでさ、そのさ、もうめっちゃ恥ずかしかった。お店行って、であれと思って、あれなんか予約できてないと思って、で店員さんにさ、そうなんか店員さんにさ、そのカラオケ屋さんのなんかスタッフさんに。あ、予約したんですよアプリでって言ったら、予約入ってないですねみたいな、なんでってなって、え、もう空いてないですかって言って、私ちょっとカラオケしないといけないんですよっていうさ、なんかさ、え、私一人じゃんか、その他にさ、あのもう一人二人とかいたらさ、なんかね、そのなんかさ、その会話の中で、え、カラオケちょっとね、せっかくここまで来たんだからねみたいな会話をしてさなんかそのなんとか伝えられるけどさ、なんか私一人だけでさ、どうしても9時から配信じゃない、カラオケしないといけないんですみたいな感じ、なんか伝えるのもあれなんか変だなとか思いながら、え、でも無理なんですかねとかって言って、9時からちょっと私カラオケどうしてもしたくてみたいな感じで、もう本当になんか店員さんからしたらさ、どうしてもさ9時からカラオケしたい女性一人みたいな感じになっちゃってさ、なんかちょっとじゃあ他の店舗の方でも確認しますみたいな感じで確認してもらったりしたんだけど、でもどこもやっぱ金曜日だから空いてなくて、でそれで違う、そのカラオケ屋さんいっぱいあるからちょっと違うところにもちょっとぐるぐる回って、やばいやばいと思って、やばい、もうどこも空いてないと思って、謎にカラオケ巡りをただしただけだった。もう最悪、足はちょっとなんかいつも履き慣れてない靴履いてったから靴ずれしたし、もう最悪と思って、しかも私まあまあさ、そのお店の前でなんかいつもバタバタしちゃうから、まあまあそのカラオケ屋さんの周辺で待機してたんですよ、割と結構長く。今日はちょっと余裕を持って動こうと思って、そしたらもう肝心な予約がうまくいってなすぎて、いいってなるで、なんかさ街中でさ、ちょっと暴れ回ろうかなって一瞬思ったんだけど、それはさすがにねいけないことなので、もうこの配信で暴れます。
ジで最悪。もう最悪すぎてもう笑いが出てくるもん。もうなんでなんであれ私いつも使ってるんだけどなとかって思いながら、あというわけで明日はちゃんともう確認しました。13時からカラオケボックス予約できております。これはもう確認済みで、ちょっと本当にすいませんでした。なんか勝手に騒いで勝手に勝手になんか反省して勝手に失敗して勝手に謝ってって感じで、いやでもあのね少ないかもしれないけど私のカラオケ配信を楽しみにしていってくださった方もいると思うので本当にすいませんでした。明日は13時からします。いや今日本当はね本当は1時間半しようと思ってたんですよ。で明日はその2倍の3時間やりますっていう予定でみんなにわーいって言ってもらうはずだったんだけどな。もういいよ、もうみんなオリンピック見てもオリンピック。オリンピック見て。夏休みだからカラオケこん、カラオケ、混んでるのかな。まあ、ていうか普通に金曜日の夜っていうのもあるんだろうね。アイコジのこと見てくれてる、見てくれるの？ありがとう。目が怖い。怖くないよ。もうメイクしたのに。前髪、前髪がもう。もう数本になっちゃったよ。はあ、暑かった。綺麗だよ。ありがとうございます。しかもさ、もう最悪、私本当にもうアホなことしすぎた。なんかさ、そのカフェ代、その待っとる間に、あ、まだ意外と時間あるなと思って、もう本当にバカなんだけど、なんか普通にカフェラテとケーキ頼んで、よしこのセットで時間潰そうと思って。時間潰してて、でもさすがにこれだけだったら限界来たと思って、でもう一つ違うカフェに行って、よし次はこれで時間待機するぞと思って、謎に巡って、謎にカフェ巡りした人です。謎にカフェ巡りと、どうしても9時からカラオケしたかった人みたいになってました。何？何これ？何これ？もういいけど、もういいけどさ。
そう、なんか2軒目に行くつもりなかったんだけど、さすがに1軒目でちょっと粘りすぎたんですよ。さすがに居づらいなと思って、ちょっと違うところ、お店移ろうと思って、お店移って、ちょっとさすがに早く外に出すぎたなと思って、でそれで でまた違うお店の方に行ったら、なんかケーキセット頼まないといけないような感じがして頼んで、ちょっと私今度から粘る場所考える、こういう時のためにえでもさ、時間潰すのだったらさ、ファンの皆さんの方が上手なんじゃない？私思ったんですよ。私こういうさ、時間の潰し方が本当わかんないなって思った。なんか移動中にやることとかやったらわかるけど、なんか例えば会場とかに入るまでは前にちょっと時間潰そうとかってなったら、多分みんなの方がうまいんじゃないかなって私は思いました。漫画喫茶に行きます。いつも車にいる。そっか、コーヒーか。公園のベンチでぼーっとする、いいね。自分もカフェ巡り。おお。私もなんか時間潰しスポットみたいなの確保しときたいな。私のこと慰めてください。そうだね、終わったことだね。なんか地味にさ、朝からさ、今日歌うやつをさ、洗面所でずっと歌ってたんですよ。今歌おうかな。やらかした、やらかした。リハーサルバッチリってことで。そうだね、洗面所でなんで歌うかって言ったら、一番なんか怖
声を聞き取りやすなんか自分の声が聞き取りやすいんですよ。なんか大きいところでわーって歌うよりなんか洗面所でこうなんか囲まれた感じだと自分の声が すごいなんか聞こえるから、洗面所で歌うことが多いです。さよならは悲しい言葉じゃない、それぞれの夢と僕らをつなぐエール、共に過ごした日々を胸に抱いて飛び立つよ一人で自分に対して次の空へしている。でもなんか私すごい大人になちゃんと大人に成長してるなって思ったのが、なんかねこういう時ちょっと前だったらもう本当にもうなんか行き場のない気持ちがもう本当にうわーってこうなんかあーって感情がねもうどちらかって大暴れしてたんですよ本当に。だけどもうなんかちょっと大人になったなって思うのが、いやもう、まあこういうこともあるかみたいなえじゃあちょっと待って次どうしたらいい、 OKOK よし次ってで、なんかその時の反省をもうさっとしてもう次に移ろうっていうことがね最近はできるようになりました。いろんなことが人生ありますね。え、待って待って、何？ループしてる？あれ？ループしておりますか？どうですか？なんだす、なんですと。
こんにちは。はい、こんにちは。はい。多分現在進行形だと思いますよ、これ。今は普通に配信できてる。大丈夫。トゥトゥル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 トゥ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 トゥ
服をどこに収納してるんだろうって思って、なんかおしゃれ部屋って調べるじゃないですか。ベッドとなんかちょろっと服がかかってて、ソファーと机とテレビがあって、あれどこに服をさ収納してるの。衣装部屋がある。あー、基本的に物が少ないのかな。そう、おしゃれな部屋に憧れてて、で私もそんな部屋にしたいなって思うんですけど、なんかあのピンタレストってわかりますか？おしゃれな画像を集められるアプリなんですけど、まあそれで参考にしたい部屋とかを、おしゃれ部屋とか可愛い部屋とか、そうそう、北欧風部屋みたいな感じで調べるんですよ。そしたらどこに収納してるんだろうと思って、クローゼットがあるんかな、大きい、ちょ見えない側がさ、そうやって写真に撮ってるものの、その裏側がさ、もうめちゃめちゃごちゃごちゃだったらさ面白いよね。もうめっちゃこっち側ゴミ屋敷でさ、この写真映えする方だけめっちゃ綺麗とか、まあ、それはないかもしれないけど。いやでもまずそもそも物が少ないのかと思って、服、意外と服ってやっぱ増えていくし、捨てない限りね、当たり前だけど、買ってどんどん買っていっちゃうと増えるし、やっぱ自分で買う服だからさ、そんななんかこう可愛い、自分がさ可愛いと思ってさ買うからさ、なかなか捨てられないものも多くて、本当に自分が気に入った洋服を買うイコール捨てられないみたいな感じで、めっちゃ多いんですよね服が。でもそれでもまあ整理した方なんだけどね。それで、まあ綺麗な方にはなってるんですけど、いや、ただああいうおしゃれな部屋の人たちはいつも着てる服が 2,3 着なのかなって。ワンシーズンで 2,3 着しかローテーションで着てないのかなって思って、そうなったら私はああいうおしゃれな部屋は程遠いなって感じました。可能性はある。へえ、3着ぐらいで回すのか。あ、じゃあそんなに多くないってことか。もう本当にお気に入りで、本当にお気に入りで、もうこのワンシーズンこれでいくってもう決めたらそれをずっと着回すって感じなのか。なんかユニフォーム的な感じで、あー10着ぐらいを、なるほどね。まあ確かにワンピース10着あれば
夏は過ごせるしね、コーディネート考えずに。なるほどね。服よりお部屋に投資してる。でもその可能性あるよね。それはある気がする。なんかインテリアの方が好きだから、そっちにお金をかけて、服とかはもう本当にシンプルなものでいいみたいな感じかもしれませんね。服までおしゃれを極めてないのかもしれない、もしかしたら。いや、どうなんだろう、わかんないです。体調悪くて熱測ったら発熱してた。あら、気をつけてください。夏風邪大変でござる。シンプルでもおしゃれに見せる、なるほどね、わかった。じゃあインテリアがすごい、その飾るのが上手だったり、おしゃれなインテリアを作れる人は、あれか、コーディネートも綺麗にまとまってるのかな、コンパクトってことか、そういうことか。難しいね、両立するの。タタタタタタタ。今何時？あいこじ。なんかなんか なんかいい匂いだなと思って自分いい匂いだなってやば、今日ほんと自画自賛しかしてないいやもうほんとに今日自分のこと褒めてしかないよ。でも自分のことは好きでいようと思いますははは、指大丈夫でした。私絶対切ったって思ったんだよね、あの痛さ。そしたら回避してました。
あぶねー、あぶねあら、うつかれーさん、くまちゃん、ありがとう。あぶねー、あぶねー。切ったことある？あるよ、切ったこと。指でしょ？全然ある。ピシーンって言ったことがある。ピシューン、ピシューン、わー、ピシャー、わー。あとは残ってないです。指は飛んでないよ、大丈夫。すいません、今日帰り道にシャドーボクシングしながら歩いてる人がいました。何何って思ったよね。でもさ、なんか広島の街は割と普通の方が多いです。うん、なんかね、大阪とかの方がなんかギョってする人がいますね。ちょっと出くわす率が高いかな。わかりますか？広島はまだ大丈夫です。都会に行けば行くほどちょっとなんかやばいかも思う機会が多くあります。うん、神戸はそんなにいないかな。そうだよね、人が多いからね。大阪ちょっとやばい人おるよね。本当にちょっと本当に冗談抜きでやばい人がいるよね。うん、私さ、どこの町でもそうなんだけどさ、なんか外、なんか夜で歩く、なんか夜の外を歩くの、なんか一人で歩くのマジで怖くて、本当に怖いんですよ。何かが起きるかもしれないって思って。だからなんか夜のなんかどこでもそうなんですよ、夜の街。どこでも、田舎であっても都会であっても夜道歩くの、なんか今まで強がってたんだけど普通に怖い。でもなんかもうめっちゃギョロ、なんかキョロキョロじゃなくてギョロギョロ見よるって。なんか例えばさ、その友達と夜ご飯を食べましたってなった時に、
帰りがさちょっと遅くなったりするんですよ。まあ10時とか11時とかに家に着く時とかがあって、その時もうほんとなんか帰り道、その例えば2人だったらさ、もう一緒に別れたらもう1人ずつになるじゃないですか。だからもう怖い、怖いです、夜歩くの。だってなんかこの間あのね、実家帰った時に友達と遊んで、で帰あの夜何時だったっけ、まあ8時とかだったんですけど、夜帰ってたらなんかすいませんって声をかけられたりして、で、あごめんなさいって、まあそういう時大体断るんですけど、当たり前になんかねもう本当に怖いんですよね。そうなんかたまに後をつかれてる時とかがあるから結構怖い。うん、気をつけないといけない。そうです、うん、困って困る困る本当にだからもう夜とかはもう結構睨んで変えたりしてます。私のおすすめ方法なんですけど、もう前髪を全上げして、でマスクして、で一つ結びして、こんな感じでこうやって変えててそしたらあの近づかられないんですよそう、私の方がやばい人になるっていうそしたら近づかれない。でなんかそのスカートとか履いてたらなんかこうやっぱなんていうのか、女性ってすごい認識されるんですよ。そうだから極力、うん、夜遅くなる、家に帰るのが夜の遅くなる時とかはズボン履いていったりしてて、そうなんかね世の中そうなんかさちょっとおしゃれして、あの友達と待ち合わせするまでにコンビニとか寄ったりするんですけど、そしたらなんか後ろについてこられてて、でそれでなんだろうと思ってんって見たら、すいませんって声をかけられたりして、怖い。やめてほしい。やだ。っていうことが、まあそんな頻繁にじゃないんですけど、起きるんですよ。あーって感じですよね。もうそういう時はもうさっきのあの睨みと睨みとデコ出しマスクでもうこんな感じで
ってやってたら去ります。マジでなんか強そうな雰囲気出してたら本当に目そらしていくから大丈夫。こっちからもう変な人装ってたらね大丈夫なんですそう。でもこれはおしゃれしてる時あるあるなんです。もう私はおしゃれしてない時も本当に黒ずくめの組織の人になるので全然心配することないんですけど、たまにね着飾った時はちょっと嫌なことが起きたりしますね。そうなんか新しい怖い顔編み出そうかな。何がいいかな。なんか顎とか出してみますか。ちょっと待って怖い。 いやこれ怖いかもしれない。そうか、マスクしてたら見えないじゃん。ただマスクの下でしゃくれさせてるだけじゃん。そうじゃん。何がいいかな。めっちゃ目ばきしとくか。逆に目めっちゃ細めるとか。あ、これちょっとさ狂気じゃ結構なんか怖くない。ほらなんかめっちゃさ何にもないのに夜道でこうやって笑いながら歩いてるんですよ。あ、怖い。こっちの方がいいかもしれない。ほら、え、怖い怖い。ちょっと、行っちゃってる。行っちゃってる。これで、関わることないですね。出ることないですね。ちょーちょーちょろちょーちょろちょろちょろ。さて大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから愛を知ることがまだできる、大好きを歌える。
トゥルトゥルトゥトゥトゥルチュチュルチュチュチュルチュチュルルチュルルルチュチュルル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 知らぬ間に誰かいる、それに甘えすぎてる、どこかできっと僕のことをチュルルルル恨んでる人がいる、ため息を吐いて吸って吸って吐かれては無理をせず、んトゥルトゥルトゥチチャチチャチャラララララララ明日こそ笑おう、いさて大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから愛を知ることがまたできる、今日もまた送られる、うんうんうん、ほれる、うんうん、やなへん、たた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 れれる、夢を浮き君がいる、でもたまに自信をなくして見える、うんうんうん、でん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 、メンタルも成長図を起こすでしょう、無理をせず自分らしくいて、それができたら悩んでないよ、まあ明日こそ笑おうわ、結局は大丈夫、この世界はないな、うん、悩まずに出したい、結局は大丈夫、この世界はダンスホール、あなたが知ってその笑顔が僕だけの太陽、君がバラエルためのダンスホール、愛を歌い続ける、なんか私さ定期的に愛子さんがあの福山雅治さんのスコールっていう曲をカバーしてる、カバーしたことがあるんですよ、ラジオ番組で。それをね定期的に聴きたくなるんですよ。あのあの動画ねいつも YouTube で見てしまう。知りませんか。私恋をしている、悲しいくらいもう隠せないはずなのねっていう歌、なんか愛子さん、愛子さんが歌うから、愛子さん愛子さん、私も愛子さんなんですけど、まあ、その愛子さんが歌うから、なんかその福山雅治さんの曲なんですけど、めっちゃ愛子さんの曲になるんですよ。それがすごい好きで、何をカバーしても愛子さんの曲になるんじゃないですかそれがねなんか聞いててすごく心地よくて、でその中でもそのスコールっていう歌を歌ってる愛子さんのあの感じがめっちゃ好きなんですよ。なんかもう隠せない夏の憧れってところとか、もうなんかもう、あー愛子さんだってなる感じそう今でも検索したら聞けると思います。なんかそれがすごい好きで、たまになんか
聞きたくなるんです。さあ決まれの、うんうんうん、ちゃ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 るるちゃちゃるるるるちゃちゃるるるるちゃるる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 。歌うの疲れた。キングヌーさんの井口さんとのカブトムシ、あ、わかるわかる、あれもめっちゃいいよね。わかるわかる、ハモる ところがすごい好き。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ、カブトムシなんか音程違う流れ星流れ、悩んでる体がつくて指先が凍えるほど冷たい、どうした早く行ってしまえ、そう言われても私は弱い、あなたが死んでしまって私もどんどん年老いて、想像つかない、うん、ダダ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 に切でスピード落としたメリーゴーラン、白馬のたてがみが揺れる、少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ、流れ星流れる、苦しい嬉しい胸の痛み、生涯忘れることはないでしょう、生涯忘れることはないでしょう。最高。え、めっちゃいい歌だね。え、めっちゃいい歌だ。
カブトムシ飼いたくなった。なんか普通にさ、普通の一般の曲歌いたいですよね。アイドルソングだけでなくて。わー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 。アカペラでも嬉しい。本当ですか？本当に？いや、アカペラはね、物足りないよ。歌いやすい歌手の方、誰でしょう、誰でしょう、誰でしょうか。あ、あいみょんさんとか歌いやすい。マリーゴールドとか歌いやすいよね。ギター弾けたらいいのにな。ちょ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 んちょちょんちょん、風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋し、でんぐり返しの日々、かわいそうなふりをして、だらけてみえなにゃ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 、目の前でずっと映るシルエット大好きだ。なんか2番歌ってる気がする。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、プロのような優しさでそっとキュッと抱きしめて、抱きしめて離さない。ギターがもう感情が高ぶってここまで上に上がってくる。ここじゃない、ここじゃもう収まらなくって、ここにやって、もう頭上にやってくるんですよ。私の場合。ロックでしょ。弦が見えてない。ララ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 ラ。
ロロ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 して謝りたいだけど二人素直じゃないし、オリブレモン恋も育つ、オリブレモン恋も育つ、オリブレモン。小豆島へ行こう、小豆島へ行けばどうにかくなんちゃら、小豆島へ行こう。癖になるねこの曲。君の目の前には無限が横たわる銀河を飲み込んだ夜明け前の海、前髪伸びてきたか。あのね大好きだよあなたが心の中で、みんなの好きな曲を教えてください。愛の形いい曲ですね。歌うたいのバラード、あ、なんか聞いたことある。天病の歌、あ、なんか知ってる。クリープハイプさん私も好きです。深山雅治さんのグッドナイト、栄光の架け橋、天体観測、明日はきっといい日になる、良きまどろみですね。え、良きまどろみですねっていう曲があるんですか、それとも私に言ってるんですか。眠くなってきた。私あの歌好きなんですよね、あの歌。あの思い出せない、思い出せないよ、どうしよう。あのね、あの歌ですよ。
イトルが思い出せないあれですよ、会えない夜を数えて切なさのグラスに愛を注いで、こんなにも愛しく思えたのは君だけ。待って、これなんだっけ。あ、そう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 、ケツメイシさんのバラード、すごい好きなんですよね。会えないなんとかの岩屋には、うにゃ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 、なんかリズムが好き。なんかあれが好き、なんか曲の構成がすごい好き。にょにゃにゃにゃ、なんかちょっと歌詞覚えてないけど、にゃ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 だって歌詞わかんないや。でもなんか好きなんですよね。会えない夜を数えて切なさのグラスに愛を注いで、こんなにも愛しく思えたのは君だけ。にゃんにゃがにゃがにゃがにゃんにゃがにゃがにゃがにゃんにゃんにゃんにゃにゃがじゃんにゃんかにゃんにゃんにゃんにゃが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 にゃんにゃんにゃんっていう歌があるんですよ。知らない方はちょっと調べてみてください。ちょっと私の口からはうまく歌えません。にゃんにゃがにゃがにゃがっていう歌じゃないです。本当はちゃんと歌詞があるのでいや、わかんないんです。でもメロディーがすごい好きなんですよね。サビだいつもね、歌こうやってなんか口ずさむときいつもこんな感じで、サビだけはちゃんと歌えるんですよ。だから他はもう全部にゃんにゃがにゃかにゃかにゃん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 にゃかにゃかにゃかにゃんにゃんにゃんとかって歌ってるんですよね。歌えるようになりたいですね。ニンニキニキニキ、なんかそれ聞いたことある。明日カラオケ楽しもう。なんか未練がありすぎてずっと歌ってる今日歌えなかったことへのなんか未練がすごい。今夜
忘れよう。消えてしまえ。消えてしまえ。つんちゃんつくつくつつちゃん。僕はきっと後悔しない、やりたいことをやっているから。君は何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いて。両手で踊れるかな。まだ踊れますね。全然二人たちはいけるかな。おー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 、さあヘタレたちを頑張れ。ちゃ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 ん、ちゃららちゃちゃん、ちゃららちゃちゃん、ちゃん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 。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分待って今年っているから。もういいんじゃない、気になることない、辛くなってしまう。ヘタレはいけるんだよ。ヘタレもいけるな。あ、息をする心とかやばいかも。チャ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 、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ、夢の中から自由に振る舞うのに、友達と上手にやらなくちゃ。え、ここどうやってたっけ。そんな意識は捨てたい。ここから両手だ。君を好きになって僕は楽になった。え、どうやってたっけ。君を好きになって僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いてこれは君を好きになって、こうか。ならなくていいんだ。みんな声に気が好きだ。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。うわ、2番忘れとる。なんだっけ。きっと世の中にはたくさんの
なんだっけ見るべきものが存在していて、あれこの振り付けなんだったっけ、で忘れかけてるんだけど分かんないよねみんなも。息をしよう、あ明日になれば、あ思い出した、もう一度生まれ変われるきっと世の中にはたくさんのいるべき、え違う、あらら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 らでちゃちゃん、ルル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 、あぶねえあぶねえ、そう考えたら息をする心って2番やってないね、ずっとヘタレとか後悔とかやってるけど、あの誰も、あやばい57分じゃあランキング読むよ。13位わたる、12位あんちゃん、11位ズーミン、10位なべなべ所長、9位ハイキ、8位マグ、7位ヒゲメガネ、6位クジマサ、5位ジャボテン、4位デサイズハート、3位ウミガメ、2位カタカナのタカ、1位はお疲れ、ありがとうございました。教えられた新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい、君に気づかされた、で靴ずれが痛い、もう足ボロボロだ、あインテックス大阪って感じ、いていてインテックス大阪、明日の予約は OK です、ちょっとこの後もちゃんと確認しときます。それでは皆さん今日はありがとうございました。おやすみ。おやすみ。バイバイ、おやすみなさいおやすみなさい、おやすみなさい